巨人、人的駆動、マーエーカ、人的うつみ、マーエーカ、人的超能、マーエーカ。こういうところが球界の名士たるゆえんだよな。今の巨人は監督の純潔主義以外は割と時代に合った考えだと思うわ。宇都宮長野の時にファンがぶち切れたけど腹くくってたよな。和田でファンがぶち切れてひよったベンさんなさすぎるわ。宇都宮長野落ち目和田バリバリ一軍の査定機。なぜか長野落ち目にされがちだけど例年通りだよ。正直長野はうまく出したまである。長野使ってたら優勝できなかったと思う。宇都宮はまだ使えたけど長野範囲判断だよな。取ったのも丸だし。でも上原式プロテクトするじゃん。もう人的保証の心配はないな。育成の巨人や巨人はよそ持ちが入ると監督できなくなるだけにソフトバンクより辛いのにファンもよく耐えたわ。功労者功労者って言うてるやつはアホなにより優先されるべきは戦力。宇都宮長野は他球団を経験して見識広くなって今巨人に貢献してるのくさ。リスト漏れしてる限り取られても責任は負う読売。リスト漏れしてたのに指名されてから突っぱねるバンク。ご視聴ありがとうございました。